どうもこんにちは、農人ハンターです。鼻水が止まりません。今日はアシナガバチを、キアシナガバチを捕まえたので、それをこっちの虫かごに移そうと思います。女王様2頭ですね。同じ場所で捕まえたからか仲がよろしいようで、まあ同じ場所といっても数百メートルぐらいは離れているんですけど、喧嘩することはないです。この子たちを普通にプラカップを開けてこっちに移したら刺される危険があるので、某有名 YouTuber さんが紹介していた方法でやろうと思います。これは私の夕食です。カッチカチです。カッチカチです。この冷え冷えのパスタの上にケースを置いて冷やして活動できなくして移します。それでは少し待ちましょう。20分ぐらい経ちました。まだ結構動きますが、ちょっとこれ以上待ちたくないのでもう入れちゃいます。ちょっと触ってみましたが、夜だからか起こりませんでした。映ってくれ。そう、そうだ。そっちへ行くんだ。威嚇して。お、手に。さっきはちゃんと映っていなかったのですが、2匹目を入れているときに、最初に入った1匹が手に落ちてきました。止まられたのでちょっと焦りました。しかしなんとか2匹とも、正確には2頭とも入れることができました。餌はセグロアシナガバチのガラスちゃんと同じ黒砂糖蜜です。巣を作ってくれることを期待してこれから楽しみます。上がりよ。